おいしそうね。いただきますよ。これはアイス。甘くて冷たいアイスはいかがですか。おお、本格的。本格的アイスじゃねえか。卵パワー、経験値パワー、レイドパワー。え、そんな効果が発揮される系なの。え、だってこれ経験値パワーとか経験値アップとか卵パワーって負荷速度アップとかじゃないの。そんなものができちゃうんですか。いやー面白そう。まあ、ちょっと今使い道がなさそうなんで一旦使いませんが。ほーん、いろいろなモードに対してバフかけられるみたいな感じでしょう、だと思うのでちょっと期待だねこれは。よっしゃ、これでちょっと R ボタン押してみようか。おお、拾ってきてくれた。すごいぞ。本当にこれもなんかちょっとアルセウスっぽいな。だからこうやって走らせると、行ってこーいって風になるわけだな。南一番エリア。まあ、あんまり離れるとダメなんだな。これしておいて。おまかせバトルもちょっとやってみようかな。対フェアリータイプだったら有効に切るんじゃない？いけー。お、始まった。ジャンジャン。おお、すげえ、余裕で勝ってんな。あ、おまかせバトルでもちゃんとメンバーに経験値入るんだ。すごくない？いけー。バンバンバン。ドゥルドゥン。ちなみにこれ、体力は減らないのかな？レベル差があるから一方的に勝ってるだけかな？強いぞー。みんなもレベル上がっていくし、素晴らしいぞ。アシストパワー、アシストパワーもらえるの？普通にすげえ。誰か覚える子がいれば、早速、覚えさせても良さそうだな。ププリンと、パピモッチと、頑張ろう、フリエイター。頑張ろう、フリエイター。すごいぞ、どんどんレベル上がっていくぞ。いいね、これ。快適すぎる。いけー。だん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 。体力ほとんど減ってないしな。圧倒的ではないか。いけー。これ見た目で色違い分かるんだったら、間違えて色違いにこのおまかせバトルでレッツゴーしてしまうみたいなこともあり得るのか。いや、そうならないといいな。プラトタウンに戻ってまいりましたが、この辺見て回るか？私ね、学校でね、ポケモンのこと勉強してるの。これを4つまで覚えられるのよね。ん、アメタもおるやん。え？わあ！慌てて水の中から上がった。いや、入ってから危ねってなるんだな。今のもスマホロトムの危険を察知する能力によって過労して出たのか。いけるか？ん？おい、浮き輪が出てきた。なるほどね。水の中で、なんともできない。ホゲータでもこれでなんとかなるわけだな。お願いだ。ダメかい？ホゲータでは厳しいか？アメタマと戦ってほしいんだけどな。いけー。ダメか。相性が悪いのかな？もしかしてコダックだったらいける？ワンチャンやってみるか。コダックー。お？あれ？あ、これ戦闘ができるタイプではないのか？なんというか、この、ここの池を管理している、管理組合の人が管理しているアメ玉だから勝負できませんみたいな、眠りーなのかもしれない。なるほどね。お、そして一発で戦闘にするっていうのができる。これいいね。まあ、そうか、街の中だからできなかったっていうのもあるかもしれないな。毒消し。さてと、どこ行ったらいいんだ？もうここまで来ると、お、あっちに向かえばいいかな。なんかもういろいろ寄り道しすぎてどっちに行きゃいいのか分かんなくなってきたけど、多分合ってるかな、これで。拾っといて。星ガリスってそういえばまだ捕まえてないな。星ガリスの進化系といえば、ダーン。欲張りスも気になるけど。ん？お、パチリスか。あんなところにパチリスが。いけた！いけた！いけた！どうだい？ん？ダメだー。木の上はさすがに届かないか。おりー。これ町、次の町に着くまでに掘れたら進化しそうだな。
さすがにそれは早すぎるかな？いや、進化しちゃうんだったらそれもありかな。ここは城壁みたいになってて越えられない感じか。でかい川に繋がってるわけだな。奥はあれトレーナーか。こっちではないような気が。もっと強く。戦いに飢えている人もいるぞ。現金をかけろ。だいぶ見慣れたポケモンたちになってきたな。この一帯は似たポケモンが暮らしているという感じかな。大量の姉っ子たちだ。行くぜ、オケーだ。ベン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 。オケーだよ。圧倒的ではないか。ちょっとポケモンセンターで体力回復しときゃよかったな。忘れていたぜ。いけー。めちゃくちゃ勝ちまくってる。さすがだぜ、ホゲータ。でもさすがにあれだな。ちょっとレベル差が大きくなってきたから、お任せバトルというのも込みなのかもしれないけど、経験値量はだいぶ少ないね。プラスパワー、プラスパワーあるやん。プラスパワーは便利すぎる。これは？ん？これ見たことないやつじゃない？なんだろうこれ。わからん。戦闘してみるか。君は一体何者だい？ん？なんだこれ。シルシル。これあれか、なんか、絵描きみたいなポケモンがいて、その子の進化前か何かかな？くらえ。毒ノーマルタイプだったっけか？その子の姿に似てるな。いやでも全体像がまだよくわからん。聞いたぞー。シルシルのインクね。あ、毒ネズミポケモンだ。毒ノーマルタイプ。温厚だが怒らせると毒が染み込んだ。鋭い前歯で噛みつき痺れさせてくるぞ。温厚なのか、それは。普段優しい人が怒ると怖いっていうタイプか。毒かー。でも毒ノーマル、どうしよっかなー。交代マリかな。でもウパーいるんだよな、よく考えたら。悩ましい。じゃあ一旦ドクシュルくんは、ドクシュルじゃねえ、シルシュルくんにはボックスへ行ってもらおうか。あ、でもコイキングの隣も空いてる。でもこれその新しいのを捕まえたからといって連続になってるとは限らないんだよな。だからまだ間に見てないのがいっぱいいるだけっていう可能性もあるね。さあ道に戻っていこうか。ここで、お、ポケモンセンター発見。旅の途中のポケモンセンターのありがたみを知るってなんか、ポケモンのアニメみたいだな。ポケモン勝負していますか？なんだこの人は。ポケモンリーグです。ポケモン勝負してますか？ここ、南一番エリアで4人のトレーナーに勝ったら、豪華な景品をプレゼントですよ。あたか勝ったトレーナーは、2人ですね。合計4人に勝てれば豪華な景品をプレゼントですよ。こんなんもあるんだな。これでポケモンリーグの、なんか認定トレーナーみたいな、そのポケモンリーグ関連の人に認められていくことによって進むストーリーとかがあったりするのかな？気になるね。道に迷った誕生日の登録。上位さんにそんな、サービスもお願いできるんだな。回復。あ、でもあれなんだな。ポン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 、てんてんてろりんじゃなくなったんだな。まあ、一括で回復してくれるのはな、テンポ良くていいんだけど。ん？道に迷った時は、冒険のヒントも教えてくれる。そんなサービスまでやっているとは。またのご利用をお待ちしていますね。とのこと。ところでこれは？ここから入れるってことでいいのかい？えらくごついもんだけど。いや、でかくない？誰用の扉なんだ。お、ネモさん来たぞ。坂道のトレーナーたちと戦って、ポケモン成長したんじゃない？バッチリだぜ。お、ここで来るか。いいよ。持つべきものは飛べなっちゃね。実りのある勝負をしよう。これ、道を挟んでやると、通る人が邪魔なんだと思いますけど。大丈夫かな？キラリン、ネモが勝負を仕掛けていた。
お、いきなりミャオか。でもまだポケモン捕まえてないのか。強くなってそうだし、お、今回は2匹行かせてもらうね。ニャオファの後に控えてるんだな。珍しいな、このパターン。噛みつく。ひるんじゃったし。大丈夫か、ほげた。尻尾を振られたぞ。これは連戦は厳しいか。およ。あおー、でも新力発動しちゃった。タイプ相性ついてくるね。主勝ちへのこだわり感じるよ。臨床。ひっかく。これでよし。問題2匹目だな。ニャオハの後に出してくるぐらいだからな。なんかこだわりがあるのかな。てんてるてん。乱れひっかき。乱れひっかきはいいんじゃないのか。でも技の性能変わってるかもしんないから一応見てこうか。よく18で、命中80で、2から5回。相変わらずだな。乱れひっかき。お前昔と変わってねえな。相変わらず変な性能しやがるわ。で、パモか。パモだったら、地面タイプのウパーできるじゃない。あ、てか、テラスタイプの書いてないよ、よく見たら。わぇ。基本的には自分の第一タイプと同じなんだな。まあ、いいや、とりあえずウパーで。でも、こんな、あっさり確認できるもんなんだな。いけ、ウパー。まあ、なんか最終的には自分のテラスタイプを変えられるアイテムとか出そうだけどな。お前、大丈夫に押されてる。ネモはパモを送り出した。ネモパモだね。ネモです。パモです。ネモパモです。てか、ちょうど地面タイプの技覚えててよかったわ。とっておき使っちゃう？え、まさか。テラスタイプ来る？もしかして。おー！ここで初お披露目なの？やってくれるじゃねえか。あれを使うんだ。おー。来たね。電気タイプのテラスタイプこんなんなんだ。初めて見たわ。ポケモンテラスタイプの威力をもっと高めるんだ。いや、でも電気効かないんですよ。ごめんな。ふっ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 ふ。いやー、どんなもんなのか見ておけばよかったか。めっちゃ輝いてるな。わー、でも意外と効かない。素早さがダウン。ウパーくん、格上のパモに対してこんなに強気に出るなんて。かっこいいぞ、ウパー。大活躍じゃないか。あ、あ、あ。これで素早さ逆転したかもしれないな。ちなみにテラスタイプって永続なんかな。その辺もまだ分かってないんだよね。全く効かない。せっかく自分のタイプの威力が上がるんだから使いたいわな。あ、でも3ターン過ぎたかな。これで継続ということは基本的に永続するっぽいな、テラスタイプは。いや、もしかしたら5ターンとかかもしんないけど。あ、また折れた。おお、テラスタイプ解除。みょーん。おお、大金星だな、ウパ。やったぞ。ポイズンテール。いいの覚えるね。ウパー、見切れてる。急成長にびっくりだよ。540円。どんどんもらえる額も上がっていくな。でも、ここに来てテラスタイルをいきなり使ってくるとはな。初見殺しにも程があるのでは。いや、でも、あれだな、ウパー入れといてよかったな。たまたま噛み合いましたね、今回は。今はまだ使えないんだ。煽られてんのかな。あとで何とかしてあげる。というから忘れがちだけど、ポケモン始めたばっかりなんだよね。勝負の俺、今に元気のかけろプレゼント。パモで誰か一人ぐらい倒されている想定なんだろうな。大丈夫でした。ん？ところでなんでい？このもんだよな。何を通すためにこんなにでかいんだろうな。門の向こうが学校の街テーブルシティ。もともとは城下町だから、その名残とかだったりするかな。街の中は坂とか階段多いから、一休みして追いかけるね。お。おお、坂道きつい。いきなりこの坂道は、心臓破りにも程があるぜ。もう少し緩やかなスロープをつけてほしいな。いや、本当に階段多いな、これ。若者のための街って感じがするな。隣にスロープをつけるとか、エスカレーターとかを入れておいてほしいな。おー、すごいな。
なんかもともとこういう段々な地形というか山みたいなのを切り開いて作った土地っぽいな。追いついた。これは外から毎日通うのは大変だな。中で寮生活になるのも致し方ないな。バルディア地方最大の都市。昔から交易が盛んで、新しい技術や知識を求めてたくさんの人たちがやってくる。謎のプレゼントボックス。髪型をいじれる美容室や、お惣菜が美味しい店もあるよ。そしてこれは？今は何が気になる？お惣菜屋さんかな？美容室はなんとなくわかるんだけど。お惣菜屋って？ピクニック用の食材が買えるってことかな？意外と食いしん坊だったり？お腹が減ってはプレモン勝負できないもんね。勝負といえば。あ、今にもテラサラ使ってほしいんだった。ちょっと手続きが必要だから代わりにやってくるね。代わりにやってる。できるもんなの。本人がいないとダメっていうパターンじゃないのか。そういうめんどくさい役所手続きみたいなのは。すみません、ご本人様がいらっしゃらないと手続きできなくて、みたいな。ないのかな。そんなにも街を見て回ったら楽しいよ。制服アレンジできるブティックや、レストランもあるから行ってみて。そういや、これ制服なんだよな。他の格好になって大丈夫なのか。私のおすすめはポケモンに持たせて便利な道具売ってるデリバリーポーチかな。ポケモンに持たせて便利な道具売ってるの？それもすごいな。いや、いろいろ見てもらった方が良さそうだ。一通り見終わったらこの前に集合。階段すごいから覚悟してね。階段をえらい押してくるな。また後で。実はなんかの伏線だったりする？どうしてこんなに階段が多いのか。その謎が後半に解き明かされるみたいな。あら、かわいい。ちなみにこれは？風船がありますけど。どうもどうも。話しかけられない人だ。お店じゃないのか。なんか、あれがデリバリーなんちゃらなのかと思ったけど。ミツハニー。普通のミツハニーかな？ちなみに両方オスだね。前世の記憶をスマホで占う。前世でいろんな説明してそうね。前世の記憶をスマホで占う自称スマホ占いはいかがですか？あ、これがあれか？他のセーブデータ持ってるとスマホのカバー入れられるやつかな。やってみようか。あなたの前世の記憶、あなたが生きていた場所は、関東？ガラル？信用？翡翠？いろいろやってきたな、こうやって見ると。翡翠かな？むむ、あなたが前世にて歩んでいたその場所は、そうです、そうです、翡翠地方で不思議なスマホ形に大冒険。翡翠地方でどこよ？そうだよな、大昔の都市、地名の狭からな。あなたの記憶を頼りにスマホカバーを作ってありましょう。どうやって記憶を垣間見られているのか。わっせ、わっせ。できました。アルセス本家を手に入れた。別の前世を知りたくば、またお声掛けくださいまし。とりあえずこれ全部もらえるの？ああ、そういうことか。関東地方？むむ、あなたが前世にて歩んでいたその場所は？そうです、そうです、関東地方で、iPhone のポケモンとレッツゴー。あなたの記憶を頼りにスマホ画を作ってありましょう。というわけですね。ピカブイカバーなんだ。よし、じゃあせっかくだからちょっと変えてみようか。ちなみにスマホカバーはどうやって変えるんだろう。スマホカバーは。スマホカバーは。スマホカバーは。あ、これか。ボックスかな？ペンペン。あ、違う、ボックスはこれか。アイテムポーチ的なものが。バッグか。バッグの中の。スマホロトムの。ポケポータルか？設定かもしれない。ユニオンサークル。ここからできるのか。なるほどね。これも気になるけど、違うんだよ。違うんだよ。俺がやりたいのはそうじゃない。話の速さ、技覚えスキップ。いろいろあるけど、ん？スマホロトムはどうやって変えるんだ？ここじゃできないのか？専用の場所があったりするかもしんないな。まあ、いっか。とりあえず、またやりたくなった時に、真剣に探せばいいか。いろんな人いるな。あとは？どれもおすすめです。噴水広場。なかなか雰囲気いいな。なんかあったかい地方っぽいのがいいよな。ちなみにこれは？これがお惣菜屋さん？あ、入った。ご来店どうも。レストラン。あー、そういうことか。お食事でバフをかけられるわけだね。そんなことないよ。何がそんなことないんだ。何の話をしてるのかすげえ気になるな。まあ、いっか。どれもジューシー。串のトリコ、熱々の一本どうだい？
お食事系だな、やっぱり。お惣菜屋さんっていうのはあれのことか。で、これがブティックかな？ちょっと巡ってみるか？あれ？入れない。ここは違うか。あ、これか。お店入れるやつにはあれだね。下ひ、敷物してあるんだな。喫茶店、スパイシーポテト。わあ、美味しそう。あ、お腹空いてくるな、これ。レモネード。ケサディーヤ。なかなかいいな。ちょっと割高だけどな。これはなんだ？学校式のバッグの色違いを変えるんだ。どの色にしようかな。なんかすげえ猫背だけど大丈夫この子。素でこんな感じなんだな。元からちょっと猫背だけど。変わった子やな。わざわざ俺に目線を合わせてくれてるだけかもしれないけど。COOU です。あ、背負うか。なるほどね。リュック屋さんだからか。ちなみに見た目あるかな？おお。この辺は見た目カスタマイズ系だね。まだいいかな。で、ヘアサロンと。いや、広いな。帽子屋さん。メガネ屋さん。靴下屋さん。これは？靴屋さん。カスタマイズ性高いな、こうやって見ると。ちなみにこれは？ん？これ何やかわかんないな。入ってみよう。R&T。R&T&A はないの？グローブ？グローブは何だろう？グローブで R&T の由来がわからんが。ん？これが持ち物屋さんか？薬のマークっぽいのもあるけど。本日はいかがされました？あーん、こういうことか。万能粉。漢方まであるんだな。なんか、えらい充実してるわ。そしてプラス4はちょっと高めな気がする。確かにクソ強いけどな、この辺のは。そろそろ上行ってもいいかな。いや、もっと上の方にあるのかな？階段、階段。あ、着いた。あれは？ん？あ、スターダン。君もスターダンに入れば、お星様のように輝けるのよ。うん。本当なんなの？君にさ、仲間と眩しい精神を送りたくないの？押し付けてくるんじゃないよ。別に。そうじゃないタイプもいるのさ。こちら勧誘ノルマあるんだからさっさとスターダンに入りなさいよ。それが本音か。困ったなぁ。助けるよ。もしかしたらこの子も結構強いかもしれないけどな。スターダンに何かよ。入団希望なら後でね。今お話中なのでね。泣く子も笑うスターダン。君は知ってるよね。知らないんだよ。でも学生の中でこんな団体ができてるのか。いろいろとやばそうだな。退学になったりしないのか。もうなんだね、君まで。こんな扱い出へんじゃん。舐められっぱなしだと、団の面目、丸つぶれ。勝負する気はなくなくない？そりゃそうね。あんたは最初の女神を見張ってて。生意気なシンガウちゃんは、私がお星様にさせちゃおう。す。バトル回。スターのマーク、練習したんだろうな、あれ。ちゃんと綺麗にやるの大変だろ、今の。お、シルシル。シルシル。毒タイプだからな。ウパーに交換しても良さそうだけど。まあ、いいや、火の粉で。にらみつける。火の粉で倒してやるぜ。うん、ホリエタだいぶ強くなってるな。後ろのあのアンちゃんが本当に何もしてないのがなんかすごいシュールだな。応援ぐらいすりゃいいのにな。デレデレテン、レベル13。ぼちぼちだな。そろそろ来るんじゃないか、進化も。私がお星様になっちゃった？416円置いてけ。なんなの、この進化もちゃん。マジ強いんだけど。後輩がやられた。こうなったら先輩である俺が相手をするしかないのか？ちょっとちょっと、何やってんの？お、ネモさん。いつもに上に。
生徒会長なの？そうだったんだ。めんどくさいやつに見つかっちまった。もうダメよ、今。ポケモン勝負するのは私とそっちかよ。でしょ？スターダンがなんか言ってくるんだよ。勘違いしちゃった。ほんとだ、よく見たらスターダン。また強引な勧誘してる。あ、はいどうも。頭が上がらないらしい。なるほどね。本来なら生徒会長としてこの騒ぎを収めるべきなんだろうけど。せっかくだから芋が超マル秘アイテムで解決しちゃえ。ん？おー！もらってきたわけだな。テラスタルオーブ。また神秘的な輝き。なるほどな、生徒会長の権限があれば代わりにやれるわな。そういう理屈だったのか。お向かいさんがチャンピオン級の強さで生徒会長とな。属性モリモリだな、そうやって考えると。頼もしいったらないぜ。テラスタルチャージ？ごめん、ちゃんと見ときゃよかった。テラスタルオーブを持ってると戦闘中にポケモンをテラスタルできるんだ。獲物を掘り得たは炎タイプにテラスタルしそう。これもらうのって本当は専用の授業を受けないとだけど、私が推薦しといたから。なるほどな、それが手続きだったわけか。物は試し戦いながら使い方知っていこう。もうあれ、実験台にされること確定なんだな。あれ、この流れはテラスタルのお試しにされる感じですか？そうだよ。嫌なら私と勝負だよ。ふぅ。まあ強引な勧誘をやっていたツケが回ってきたわけだな。ぐぬぬ、新顔の方ならまだ勝つチャンスはある。もうそんだけ強いと周知されてるんだろうな。それじゃあ位置について勝負開始。いやでもなんかこういう勝負の始まり方するのもちょっと新鮮だな。スターダン。スターダンに入るとあのポーズを練習させられます。やだな、入りたくないな。ヤングースヤングースということは、あのちょっと危ない洞窟の中にも入ったことがあるのかな。テラスタル、ここちゃんと読んでおこうか。バルデア地方ではポケモンが結晶化することがあります。後で治るんだったらいいんだけど、割と一大事な気がするんだけど。それをテラスタルと呼びます。テラスタルボタンを押すとポケモンがテラスタルします。テラスタルしたポケモンはタイプがテラスタイプになります。テラスタイプの技はいつもよりとても強力になります。テラスタルは一度使うとしばらく使えなくなります。うまく使って勝負をつかみ取りましょう。え、ポケモンセンターで回復するとまたテラスタルできるようになります。そういう仕組みなの。へえ、だから町と町を行く間にもテラスタルをどう使うかっていうのを試さないといけないわけだな。 R ボタンでテラスタルしていいのこう。タイプが変化するとか威力が変化するとかはないのか。行くぜ、カモーン、キラリーン、いけ、テラスタル。おお、おげー、かわいいな。ヒノコ、エフェクト豪華になってる。おお、キラキラしてる、すげえ。一発じゃねえか。やったねー、かっこいいな。え、全部の技にあんなエフェクト入ってくれるのか、楽しみだね。キラキラキラ、星のように散ったな。なるほどな、テラスタルだもんな。スターって入ってるから、そういう星とか輝きとかテーマに入ってるのかもしれない。さすがにもテラスタルもいい感じ。テラスタイプと同じタイプの技はさらに強くなる。たまに全然違うタイプにテラスタルするポケモンもいるから、戦略の幅がうーんと広がるよ。だから急にゴーストタイプになってシャドーボールを、本来だったらタイプ不一致で打てるやつの技を急にタイプ1並みの火力で打ってくるみたいなことも起こり得るわけだ。すごいな。テラスタルするとしばらく使えないからポケモンセンターでチャージしてね。それじゃあ僕はこれでお疲れ様でした。お疲れ様でした。この挨拶も強制されるんだろうな。いやー、大変な団だな。スターダンはいわゆるやんちゃな生徒の集まりなんだ。出席率も低いし、集団で暴走してるし、先生たちも頭を抱えているらしい。集団で退学させるわけにはいかないのか。なんというか、その卒業率みたいなものを考えないといけない学園だったりするのか。てか、すっかり忘れてたけど、君は？ありがとうございます。先行くんで。EV の力が特徴的だけど。今後絡んでくるかな？なんか大事なキャラクターっぽかったけど。今偉い、人助けしてたんだね。あ、もう見ない子。あの子も転入生かな？ EV のバッグもふもふ。いざこざも解決したし、いよいよ学校へ向かいますか。地獄の階段、頑張って登ろ。いやー、毎日通ってたら嫌になるだろうな。これ、クラベル会長とかもこれ登ってんのか？うーわ、嫌すぎない？これ。